リム情報開発インタビュー、住友商事グローバルリサーチ高井博之社長、オペックの今後についてお話を伺いました。そもそも生産者カルテルっていうのはですね、昔は石油だけではなくって他の商品でもあったんですね、はい、でも唯一機能したのは石油だけなんですよ。でどうしてかっていうとですね、いくつか要因があって、一つは生産が一つの地域に集中していること。だから油でいうと、中東地域に集中している。もう一つはですね、その参加加盟国が経済的政治的な利害関係が一致しているっていうのがあるんですよ。で OPEC に関して言うとですね、この2つはまさに創設から中東戦争、それから金融に至るまで合致してたわけですね。欧米の石油メジャーから価格決定権を取り返すと、それから反イスラエルでもってアラブで一致するということですよね。でそれがやっぱりこの40年経って50年経って相当だから、縮図が変わってきてるっていうのはおっしゃる通りなんですね。サウジは財政的に一番体力があると、この床でも耐えていけると、それに反してベネズエラはですね、もうすぐにでも要は経済破綻するかっていう瀬戸際のところまで来てるわけですね、はい、あとイランなんかはですね、米国とのその核合意が今進行中ではありますけども、当然これサウジとは全く政治的には対立してる立場にいるわけ で経済制裁もありますからね、もうぼちぼちオペック要は生産者カルテルっていうのが石油においても終わりの時代が到来してるんではないかなっていうのが、私がさっき申し上げた